なんかモダンジュリでさ、レジェンドの人いるよな。ちょっとモダンジュリでなんか検索してみようかな。リプレイ。ハミクラさんという人が最強。ハミクラに見てみるか。え ?2026? すごいな。この時期に2026はすごいな。普通にもう、レジェンド隊の中でも、レジェンド上位隊だね。どうすんだ?おー、ラッシュから伸ばした。おー、シャガ大ダイヤン検察。これ強いよな。あの、テイク疾風戦、マジで食らうんよな、コマンド入れて。好きでかいねんけど、上手い相手ほど食らうあれ。勝利コマンド入れるから。しかもこの人、昇竜全部ワンボタンっぽいな。SP オンリーで、やっぱジュリー、対空中昇竜ないとかなりきついイメージなんやけど、使ってなそうだよね。やっぱね、ちゃんとその、スト6で、本当にモダンから始めた人が、やっぱ MR 高いとか、だとやっぱ夢あるよな。だその、ワビーチ君とか、多分そうなんですけど、やっぱああいう子がね、やっぱ増えていくとどん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 もっといい感じだろうな。まあ俺とかたちか、まあなんか、まあモダンじゃなくてもいけるけど、まあモダンやってみてるって感じだから、まあちょっと違うよな。でも結構ね、そういう人いると思うねんな。スト6からモダン始めて、モダンで始めて、あのすごい強い人って多分いるんよな、絶対。風水は使ってないっすね、やっぱり。風水は使わないっぽいな。だってほら、ここの、今のさ、このコンボとかあるやん。これ、ここで、ラッシュ中パンチから、ここ、ワンボタンなんよね。これ、格ゲーやってたおじの、モダンやったら、多分ここはコマンド入れる気がするんだよね。ポッサの体育がワンボタンかもしれんけど、ここは勝利入れる気がするから、やっぱり、この人はやっぱり、必須のモダン勢っぽいけどな。クーハとかもワンボタン出してるしな。だって極力ほんまにコマンド使わずにやってるね。ほとんど使ってない。だからその、クーハとかで使ってるけど、ナイスガード。これどうすんだ。ああ。1入れ替え。おお、こういうコンボになったんや。なんかいろいろやってるけど全然減ってないな。半年前はあれで何歩減ったんだっけ ?4000 ぐらい減ったんだっけ。これはリーサルではないか。3500で入れ替え、あー、いった。いいなー、中段。いや、やっぱモダンジュリーいいね。最近爆撃ないですね。いや、さっきあったんすよね。久々に。板山さんが餌食になりました。
なんかそのパソコンの電源がどうこうみたいなの調べてみますわ。コンボの中足の部分でラッシュするのか。ここは自力で起きた。一応自力でやれるとこはやろうって感じなんだね。お、ストシックスチームスエルみたいなストシックスに買いました。いいね、半額ですからね今。この曲は02のナッシュ、これいい曲だよ。対戦したいな。なんか最近モダンチュンリーの練習のモチベがあるから、なんかこう強い人見ると普通になんか、あ、対戦したいなって思うな。なんかちょっと違う、なんかやっぱあれやな、自分のこう取り組み方によって結構こういうのって変わるな、心理状況って。え、龍騎士に勝ってんな。すげえ、龍騎士に勝ってる。ま、2-1やけど。攻めが鋭いな。おお、確定か。リサット。ああ、なるほどな。攻めうまっ。